じゃあ今から本番やりますよ。今日は二重奏でさっき Thank you.
ードだとチーム参加 OK。 周りが連動してくれるやつがこれは殺したっていうで、なんかね、あ、回されたんで、you
相手が触ったらリセット。相手が触ったらリセット。割と
今は分かんない。分かんなかった。分かんないんだよ。関節？相手に当たる前にキーパーに下げちゃダメ。相手に当たったらキーパーから始まったって。前提の形です。
ち。
Thank you.
確かにこれ勝った痛い分かりたらね、あのスタミナの負けかしI'm sorry.
けで同じだな。坂本さんが良くないか。
騎士、もうちょっとモーション出せ。Thank you.
がやってるって何それ。自分の方が生きるのかもしれない。コロッケそばちゃんとしたのちゃんとしたのというのは、なんか、そばがカリッとしたの。そうですよ、そうですよ。これ結構、意外で。コロッケそばっていうと、コロッケそばになるんですけど、じゃがいもそばって何だろう。許されないんだけど、汁物と油物が浮くっていうのかな。天かすっていうのがあるから、天ぷらがあるから、まあ、ラードとあれとちょっと違うかもしれないけど、なんかはね、汁物的なためにちょっと騙されたと思って、見てる。おお、今の写真がどうっと。よし、引き出し。あれさっき越した。そうだよね、まさかね。あれね。どっちかというとマイナス気味に入る。
めっちゃ前に出てきた、どうせキーパーの前にした、はい、もうどうしようもなかった、俺はまだ待ってた、あれは俺がその相手より前に出るのか、もっと詰めた方がいいですか、詰めていって邪魔してたら、おいって優しい、そうだな、優しい、1点目、2点目ですか、3点目かな、ミドルシュート、手出したら頭当たっちゃうんじゃないですか、ラインが止まってたら、そうですね、難しいね、なんか、まあ、あそこまで押し込まれるのかカバーを真ん中に行かせる方が嫌だ、やっぱ真ん中を行かせる方がカバーっていう印象、あの2人
しょっちゃいましたすいません。ファーストディフェンスを縦に行かせるのに中なんかあのまま縦に来ると思ったんですよ。いや、あのね、ファーストディフェンダーが難しいんだけど、どっちかも切ってほしい。どっちもあるってなったから、これ1回目は相手さんの実はあんま悪くないと思う。右足に抜いてきたら相手さん遠くやるから、それを右足に抜いてやるから。相手さんが内側に打ってくるから、松本が俺が後ろにカバーやったんだけど、俺と松本が打ってる形にするから、多分回転の下のもうちょっと松本がどっち切るかを、俺らが見た方がいいかな。そこだと思う。Whoa!
Thank you.
そら、あんな負けたの。直接飛ばされてるんですけど。
水、これ、一口ですか？一口ください。
しい。危なかった、先輩が来ました。ちょっと叩き行きましょう。ありがとうございます。